江口ちみるさんは、日本の女子プロテニス選手。福岡県小郡市出身。WTA ランキング自己最高位は、シングルス109位。富士見級高等学校卒業。身長173センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。8歳でテニスを始める。2011年5月に、プロに転校。 2012年全仏オープンから4大大会の予選に挑戦を始める。2014年7月のバクユカップでは予選から勝ち上がり、1回戦でマグダレナ・リバリコバを6から4、7から62回戦でウルシュラ・ラドワンスカを6から2、6から1で破りベスト8に進出している。全日本テニス選手権では決勝で沢山斬り子を2から6、6から1、 6から3で破り大会初優勝を果たした。2014年アジア競技大会ではシングルスと団体で銅メダルを獲得した。2016年の厚生をオープンで WTA ツアー初のベスト4進出。9月の WTA125K シリーズ大連オープンでは決勝進出し、第3セット5から2で優勝まであと1ゲームに迫ったが、左膝を負傷し、 無念の途中棄権で準優勝に終わった。負傷した左膝は検査で、全十字人体断裂と診断され、手術、長期離脱を余儀なくされる。2017年5月の全仏オープンで8ヶ月ぶりに復帰。予選1回戦で敗れた。スペシャルランキングでエントリーした全米オープンで、ビクトリア・アザレンカの欠場による繰り上がりで、グランドスラム初出場を果たす。1回戦で、 不祥事の対戦相手だったクリスティナ・プリスコバニニから、6、2から6で敗れた。2018年全をオープンでは1回戦で、ヤナフェットに3から6、2から6で敗れた。サーキット大会を転戦していたが、10月の全日本テニス選手権を最後に26歳で、現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。